人の身にて人ならざる力を有する神の御使い。その力をもって写しを覆っていた災禍は打ち払われ、人の世は暁を迎えた。時代を担うは強大な力を持つ四体の紳士。人間と紳士の共生を歌う青き紳士青龍、絶対的支配による独裁を掲げる赤き紳士朱雀、未だ知り得ぬ英知を欲す白き紳士白虎、鉄壁の守護で同胞を堅固する黒き紳士玄武、各々が異なる理想を胸に新たな時代を切り開いていく。やがて彼女たちが四聖獣と呼ばれるようになった頃、世界は大きく四つに分かれていた。人間と紳士は長き安寧の時を迎える。しかし目を覚ませ、まだ人間の死あまり遠くはないようです。分かりました。では向かう。お姉ちゃん、ねえ起きてよ。お兄ちゃん、あなたに世界の断りを壊す覚悟はありますか？寝起き。答えないな。その様子だと、ほら、私琥珀、君は？あの名前は落ち着き、失礼、せそれつい私をもしそれまあ未知で現状だってさ、ここからそろそろ急、まだ加減そう、いえ油断し、どんな相手でも爪のサビにしてやるんだから。やー、くらえ。はい、止めた。さ、私と一緒に踊ろうよ。華麗に、楽しく、そして大胆に。これが私の実力ってね。爪のサビにしてやるんだから。えい、止めた。
と一緒に踊ろうよ。華麗に楽しくよ。そして大胆に。正体不明の良いし感じ素質な、そういなるほど、そう動物にしそういうよ急ぎ、余裕余裕。さて気づくのしよーっと。はじめまして虫様。僕の主。報告申し上げます。ご苦労様。無事やっと。あくまで上級する思い。行こう。待て旅の仕事。こんそう来い。よし行くよ。どんな相手でも爪の錆にしてやるんだから。これが私の実力ってね。よし行くよ。どんな相手でも爪の錆にしてやるんだから。礼などいらぬ。ええ、その問いにお答えするのはたやすいことですが、では私後ろに控え、それ我々担当人可能。これはしかし考え良いお返事。余裕余裕。さて毛づくろいしよう。私のことが知りたいの？ご主人見て見て、強くなった。ご主人見て見て、ご主人。